どうも皆さんこんにちは、福井の映像屋さんの木野です。本日はフォトショップの明るさなどを調整できるトーンカーブについて、初心者の方もすぐに理解できるように簡潔にご紹介させていただきたいと思います。トーンカーブを使うにはヒストグラムも知っておく必要がありますので、まずはヒストグラムからご説明をさせていただきたいと思います。ちなみにこのチャンネルではフォトショップをはじめ、ウェブ制作や動画制作など様々な情報を発信しています。クリエイターを目指している方はぜひ今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回はアンスプラッシュでダウンロードしたこちらの風景の写真と、こちらの夜景の写真を使って説明をしていきたいと思います。では早速、上部のウィンドウのメニューからヒストグラムを開いてみましょう。はい、こちらに開かれたグラフがヒストグラムになります。一眼カメラでもモニターに表示ができるものなので、フォトショップ以外の場所でも見たことがある方もいるかもしれません。このグラフの横軸は明るさになっていて、縦軸についてはその明るさにおけるピクセルの量を示しています。左側に行くほど写真の中の暗いピクセルの量が表されていて、右側に行くほど明るいピクセルの量が表されています。結構左側に寄ってはいるので、この晴れている写真の雰囲気からいくと見慣れていない人は違和感を感じるかもしれませんが、先ほどの夜景の写真と比べてみると、はい、先ほどと比べ圧倒的に暗いピクセルが多いことがわかると思います。こちらについては様々な写真のヒストグラムを見てみることで、どんな写真がどんなヒストグラムになるのかという感覚をつかんでいけると良いかなと思います。ではヒストグラムは閉じておきましょう。先ほどの写真に戻って、早速トーンカーブを使っていきたいと思います。画面右下の調整レイヤーからトーンカーブを選択しましょう。はい、こちらに追加されました。背景の薄いグレーの部分は先ほどと同じヒストグラムになります。明るさを調整する際のガイド的な役割で配置されています。そしてこの白い直線がトーンカーブです。クリックして動かすことで明るさを調整できるのですが、その際フォトショップ側がバランスよく変化をもたらすために曲線にするのでトーンカーブと呼ばれます。左側の方を上下すると写真の暗い部分を中心に明るさが変わっていって、右側の方を上下すると写真の明るい部分を中心に明るさが変わります。はい、トーンカーブの通り写真の暗い部分が明るくなったことがわかると思います。ちなみにこのトーンカーブ上でクリックしたポイントは、掴んでグラフの外へ移動させると消すことが可能です。このように写真の明るさを細かく思い通りに修正することができるのですが、写真の中の修正をしたい場所がトーンカーブでいうとどのあたりになるのかパッと判断できない方も多いと思います。その場合はこちらの指のアイコンをクリックしましょう。カーソルを合わせることでトーンカーブ上にその場所が表示されますし、クリックするとそのまま点を打つことも可能です。はい、この点はちょっと一度消しておきます。では先ほどはクリックして点を打ちましたが、クリックをしたままこの位置で上下することでも明るさの調整は可能です。連動して変わった他の部分はこちらで微調整をしていきましょう。はい、少し暗かった山のあたりを明るくすることができました。こんな感じで写真の明るさを理想的な状態にできるように補正をしていきましょう。ちなみにこのトーンカーブは今 RGB、つまりレッド、グリーン、ブルー全てをまとめて修正する状態になっていますが、こちらを例えばブルーに変えていただくと、青い情報だけのトーンカーブとヒストグラムが表示されますので、写真の中の青い要素だけを調整することも可能です。
トーンカーブはフォトショップを使っていく上で必須の機能ですし、ヒストグラムは画像加工だけではなく撮影をする上でも大事なものになりますので、バッチリ押さえておきましょう。このチャンネルではフォトショップをはじめ、ウェブ制作や動画制作など様々な情報を発信しています。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもぜひお願いいたします。